筋やばい、平野翔福井ライブで鍛え上げられた腕筋を披露。会場騒然。かっこよすぎる姿にファンもん絶。2024年10月26日、福井ライブツアー、平野翔はピリンジョークも炸く裂。2024年10月26日夜、福井で行われた、ナンバーワンライブツアーは、ファンにとって忘れられない特別な瞬間をもたらしました。この日の夜、 観客を熱狂させたのは、平野翔の圧倒的な存在感と、ステージで見せた彼の体力や強さに満ちたパフォーマンスでした。平野は途中、袖をまくって力強い筋肉をあらわにし、観客はその瞬間、息をのみました。筋肉が映し出された瞬間、会場は大歓声に包まれ、彼の男らしさがさらに際立ったのです。特に彼の鍛え上げられた腕は、単なるアイドルとしての枠を超え、 どこかアスリートのような美しさと力強さを感じさせました。この光景は瞬く間に SNS を駆け巡り、会場にいなかったファンたちにも衝撃と感動を届けました。ファンたちはその姿に、平野くん、前よりもさらにたくましくなった、まるで彫刻のようだと感嘆し、彼の成長と変化を感じたのです。平野翔は、その甘いルックスと優雅な身のこなしで知られ、多くのファンが彼の笑顔や仕草に魅了されています。 しかし今回のツアーでは彼の新たな一面が強調されました。それはファンに向けた情熱的なパフォーマンスと肉体的な成長です。これまで彼のキャリアはテレビドラマやバラエティーでの可愛らしいキャラクターや飾らない遠の自然体が注目されてきましたが今回のライブでは身体の成長に見合った成熟した一面が垣間見え彼自身の意識の変化やプロとしての覚悟をも感じさせます。 筋肉の鍛錬には、日々の努力が不可欠であり、それをステージ上で披露することで、彼が日々どれだけ自分を高めようとしているかをファンに伝える手段となりました。この夜、平野は福井の名物である、はピリンという鉄道にちなんで、ハピラインで気をつけて帰って、とファンに呼びかけました。彼の可愛らしいジョークと親しみやすさは、観客の心をさらに温かくし、思わず笑みがこぼれる瞬間を生み出しました。 彼がファンに別れを告げる際に手を振りながら微笑む姿には、ステージ上で見せる筋肉美とは対照的な優しさと繊細さが漂っていました。このギャップは、彼のファンにとって特別な魅力であり、彼の人間性がより一層深まる瞬間でした。観客の中には、ライブ初参加生で平野翔を見られて感激といった投稿が SNS に多く見受けられ、彼の姿を直に感じられたことへの感謝と喜びがあふれていました。 彼の人気の高さがうかがえる一方で、今回のようにライブで近くに感じられることは希少で、ファンたちにとってその瞬間がどれだけ特別だったかが伝わってきます。ライブが進むにつれ、観客は彼に夢中になり、途中で写真や動画のタイミングを逃すほどでした。生きていてよかった夢のようだった、といった感想が、まるで彼の存在が日常を超えた何かであるかのように語られるほど、ファンは彼の一挙手一投足を愛おしみ、 その場にいいる奇跡をかみしめていま,したまた彼のパフォーマンスの最中に見せる誠実さや真摯な姿勢も印象的でした。写真を撮る際には撮れてる。近すぎて画質が少し荒くなってしまったとファンが思わず震えるほどの接近感があり、ファンとの距離が縮まったことを実感させる瞬間でした。ファン同士の間では保存させていただきます、フォローさせてくださいといったやり取りが繰り返され、 その場にいなくとも彼の姿をシェアしし合うことで一体感が生ままれていました彼の姿を鮮明にまた心に残る形で記憶に留めようとするファンたちの姿勢も彼の影響力を強く物語っています。ライブの後日 SNS には翔くんがとても美しくてまるで映画のワンシーンのようだった強さと可愛さが同居していてとても心を打たれたといった声があふれ 彼の存在が多くの人にとってかけがえのないものであることが感じられました。ライブのたびに彼のファン層が広がっていく理由は、このように彼がファンの期待に依頼続け、そしてさらに期待を上回る新しい姿を見せるところにあります。彼の見せる新しい表情や仕草は、これまでのファンにとっても毎回が新鮮であり、長年応援してきたファンもまた新たな魅力を発見していくのです。平野翔は、その見た目だけでなく、 ファンに向けて誠実に向き合う姿勢や、努力を惜しまない姿勢も愛される理由の一つです。彼はただのアイドルではなく、一人のプロフェッショナルとして、常に自己研鑽を怠らない。その姿勢は、日々のトレーニングやパフォーマンスに現れ、今回のように肉体的な成長としてもファンに伝わる形で示されています。また、彼の一挙手一投足を通じてファンに与える影響は、単なるパフォーマンスにとどまらず、 彼の生き方や価値観にまで共感を呼んでいるのです。このような彼の姿勢は、ファンにとっての励みや勇気となり、日々の生活に彩りを添えてくれるものとなっています。彼が SNS でシェアされる姿は、単なるアイドルの一コマではなく、ファン一人一人に寄り添うような温かみがあり、そこに彼の優しさや人柄が溢れています。彼の存在は、ただのアイドルという枠を超えて、ファンの生活に寄り添い、 彼らの日常にインスピレーションを与えています。平野翔が見せる強さと繊細さのギャップは、ファンにとって彼を一層愛おしく感じさせるものであり、彼の存在は特別で大切なものとして心に刻まれています。彼がパフォーマンスに全力で取り組む姿勢、さらにファンと一緒に瞬間を共有する姿勢には、心からの感謝と深い愛情が込められています。ファンたちの間では、 翔くんの笑顔が日々の元気の源、彼が頑張っている姿を見ると、自分ももっと頑張ろうと思える、といった言葉が飛び交い、彼の存在が単なるエンターテインメントの枠を超えて、人々の生活の中で希望の灯過となっているのです。特にライブ後には、その経験を振り返りながら友人や家族と語り合うことが、ファンにとっての楽しみの一部となっています。SNS には、 もう一度あの瞬間に戻りたい、彼の笑顔を思い出すだけで幸せになれる、といった投稿があふれ、彼が提供するライブの価値は、単なる一晩のエンターテインメント以上の意味を持っていることが明白です。平野翔のファンの多くは、彼の純粋な人柄と努力を重ねる姿勢に深い共感を寄せています。彼は見た目だけでなく、その内面的な魅力でも多くの人を惹きつけており、ライブツアーを通してそれがさらに強調されているようです。 彼の活動を通して、多くの人が共感し、勇気づけられ、時に自分の人生を見つめ直すきっかけを得ているのです。このようにして、彼のファンとの絆は一層強固なものとなり、ただ応援するだけでなく、人生の一部として彼を心に抱くようになっているのです。彼がツアーで見せたたくましい姿は、これからの彼の成長と変化を予感させるものであり、ファンたちはその未来を期待せずに入られません。 彼の今後の活動がどのような形であれ、ファンたちはその変化と成長を共に見守り、喜びを分かち合う準備ができています。彼の存在が与える影響は、日々の生活に輝きをもたらし、彼を応援することで自分自身もポジティブなエネルギーを得られるように感じています。彼が見せる真摯な努力と成長は、これからも多くの人にとってのインスピレーションとなり続けるでしょう。